北鉄白山バス株式会社は、石川県白山市に本社を置くバス事業者。北陸鉄道のバスグループの一社である。白山市とのみ市を主な営業エリアとし、路線バス及び貸切バスを運営している。1995年に、北陸鉄道の鶴木営業所を分離して、加賀白山バス株式会社として発足した。白山市の他に、野々市市に、 野の市営業所を置いていた。2012年10月1日に、事業者再編に伴い北鉄金沢中央バス、北鉄バスと合併して、北鉄金沢バスとなった。なお、野の市営業所は、北鉄金沢バス設立時に、同社の所属へ変更されており、現在の法人は、旧野の市営業所の路線を除いた路線を運行している。2021年7月1日に、 観光バス専業の北陸交通を九州合併し、社名を変更した。旧、加賀白山バスの野市営業所生女バス停に停車中の加賀白山バスの車両を。2020年4月1日時点。野の市車庫、南部車庫には同路線利用者用の無料駐車場を用意していた。西金沢駅前で停車中の加賀白山バスの車両路線は、 北鉄金沢バスに移管される前のもの。その他、金沢南部地区の路線の一部を委託運行していた。三菱不走、日野自動車、UD トラックスの3メーカーを保有している。2004年以降のステップバスを中心に新車を積極的に導入している。日野、HR や三菱不走、MK といった中型10.5メートル車の他フルサイズ大型車の導入もあったが、 これらは、北鉄金沢バスへ移籍し、現在は、中型車を中心に保有している。また、新車と並行して、北鉄本社のほか名鉄バス、大阪シティバス、川崎市営バスなどからの移籍車も導入されている。ありがとうございます。